春季埼玉県高校野球大会花咲徳春20から6勝平5日決勝県営大宮優勝候補筆頭の花咲徳栄 VS 勝平という共に A シード東部地区同士のライバルチームの一戦昨週も決勝でぶつかりその時は花咲徳春が勝平に8対5で勝利したが今回はどうかトーナメント表春季埼玉県大会結果一覧 先発は花咲徳春が左腕の角川光一。3年、一方の将平は、スタッフと話し合っていろいろな願いを込めて先発させました。岩崎監督、と、公式戦初先発の 192cm100kg の2年生長身ミニューで、東川和馬が登板し試合が始まる。試合は現時点での完成度の高さが浮き彫りとなった試合となった。 先制したのは花咲徳春であった。花咲徳春は初回、翔平、東川の立ち上がりを攻め一死から目黒アモン、3年、合死球を選び出塁すると、続く生ためそう、3年、とのエンドランで一死一三塁とする。さらに4番、石塚雄星、3年、の打球がファーストへの内野安打となり一死満塁とチャンスを広げると、続く田島連務2年、 の押し出し出支給により花咲徳春が1点を先制する花咲徳春は2回表1・4・万塁から内野ゴロの間に1点を追加すると翔平もその裏1・2塁から三振ぶり逃げの間に2走その打・翁大3年が一気に本塁を奪い2対1とする花咲徳春は3回表にも横山翔也3年田畑大輝3年角川の3連打で1・4・万塁とし 9番、安倍広大、3年、のセンター前タイムリーとセンターが降一する間に2走、田畑も生還しまず2点、続く斎藤聖と3年、もきっちりと疑肥を放ち5対1とする。昌平ベンチは4回から2番手に大橋康成、3年、をマウンドへ送るが、これが誤算であった。花咲徳春はこの回先頭の目黒がレフト前ヒットを放ち出塁すると、 続くナバタめのショートゴロが相手エラーを誘い虫一2塁4番石塚もショートへの内野安打で虫満塁とチャンスが広がるここで5番田島、6番横山が連続タイムリーを放つとさらに続く田畑が押し出し支球を選び3点を追加する翔平は大橋が一種も取れずに降板すると変わった3番手木下正人2年も流れを止められない 花崎徳春は攻撃の手を一切緩めず、1番、斎藤のライト越え2点タイムリー2塁打と3番、ナバタメのタイムリーに押し出し死死球3つを絡めさらに5点を追加し13対1とする。たまらず、翔平も4番手にエース級の佐藤立派、3年を送るが、花崎徳春は翔平、佐藤立の代わり花を攻め、5番、田島、6番、横山が連続タイムリーを放つなど、 4回表に一挙10得点を奪うビッグイニングを作り15対1とする。このままでは終われない昌平もその裏、8番、末穂高、2年、のレフト越えの二塁打を足がかりとし白坂間3年、大月正弘3年、山根宏と、3年、桜井優也、2年、の4連打で3点を返すが、 花咲徳春は5回表にも生ためのタイムリーで1点を加えると7回表には一死満塁で5番、田島が走者一掃となるセンター越えタイムリー2塁打を放つ。続く横山も一塁線を破るタイムリー2塁打を放つなど、この回さらに4点を加え20点の大台に乗せる。翔平もその裏、この回先頭園田の2試合連発となるソロ本塁打を足がかりとし、旗田�田だ。 佐久間の連続長打などで2点を返すが、反撃もここまで。結局、花咲徳春が23安打20得点を奪い昌平に20対6と対象し13年ぶりの春季大会優勝を飾った。試合後、岩井監督は、13年もよく空いたなぁと春制覇に苦笑い。例年通り春は投手以外ノーバント、打撃だけでどこまで勝ち上がれるかという縛りを設けた戦いながら優勝を飾った。 今大会は熊谷商業戦がターニングポイント。前の2試合で大味になったので熊谷商業戦後に確認と修正をさせました。それが準決勝に生きた。夏を見据えるといかに精神的にプレッシャーを与えるために、集団で死んで捉えられる怖さを相手に植え付けることが大事だと思うので。遠くへ飛ばす怖さというのは本塁打しかないけれど、連続で来られるとビッグイニングになりやすい。 途切れないことが大事アウトになっちゃダメっていつも言っているのでランナー二塁の時は石塚であろうが反対方向へ打つ今大会は三振が少し多いことと投手陣で完封がなかったことが修正点甲子園で勝つことを求められているので関東大会で県外の強いチームとやれることは良い経験と夏へ向け先を見据えていた 一方の翔平の岩崎監督は開口一番今日は GW にせっかく見に来てもらっている方々に申し訳ないと謝罪したただし先発の東川はこの日うまくいかなかったが 192cm100kg の恵まれた体格未完成ながら最速 138kg の速球を投げ込む潜在能力の高さは魅力10分 夏の大会でベンチ入りできるか不透明だが秋以降はエース候補であろう。今日直球はある程度投げられたんですが変化球が決まらなかった。監督には初回から全力で行けと、決勝でも楽しめたんですが、相手は全体的に当てるのがうまいので、佐藤さんにピッチングを教えてもらった、もっとボールの強さや精度を上げたい、今日は自分の実力が足りなかった、東川、と、 反省しきりであった。だが、その責任は岩崎監督が背負う。東川はスタッフと話し合っていろいろな願いを込めて先発させました。先も楽しみな選手なんですけど、この悔しい経験を練習に落とし込んでほしい。2番手、3番手ももう少し踏ん張ってくれるかなと思っていたんですが。打線も今日ヒットは出ましたが、この展開だと参考にならない。 背負うと結果が出ないではダメ。旧チームの斉藤、現、中央大、のようにしょえる人間に出てきてほしいと、岩崎監督はこの日の大敗にはさばさばも関東大会へ向け主力選手へ改めて奮起を促していた。花崎徳春の13年ぶり春制覇で終えた今大会、地区予選からプロ注目、藤山と要する大宮東やポテンシャルの高い聖望学園、川口市立がシード漏れ。 いわゆるノーシード爆弾となる、優勝候補、浦和学院や公立の優、上尾がベスト16で敗れたことはちょっとした波乱要素であった。なお、夏のシードを取ったのは東部3、西部5南部4北部3とやや西部、特に川越市勢4、が優勢であった。昨週から継続して伺ってきた低反発バットについて地区予選など大会序盤はなかなか本塁打が出ない印象であったが、 上位シード校はフェンスの高い県営大宮球場でも本塁打が飛び出す全く遜色ない結果となった。選抜でも本塁打の少なさが話題に上がったが、例年春先は本塁打は少ない。夏はどこも打撃面を仕上げてくる。おそらく今年も例年通り本塁打が飛び交う夏の救園となるであろう。最後に今大会も大きな問題なく大会を終えることができた。 高野連の方々含め運営に関わった全ての方々へ感謝を。夏へと続く。